どうもゆうさです。久しぶりのレコードキーパーガチャ動画となります。今動画撮ろうと思って、さあノーマルガチャ一回やっとこうと思って一回やったらミラボ出ました。びっくりしました。幸先いいですね。これはめちゃくちゃびっくりしました。レイラのオーバーフロー奥義をゲット、これノーマガチャです。はい、これ幸先いいですよ。さあ行きましょうか。なんか新しいこのリミットブレイクとかそんなのも入ってますけど、まあとりあえずこのチケットいただいたものをちょっと順番に引いていきたいと思います。で、シリーズハッピーラッキー今やってますけど、まあこれはあの今3まで来てもらってんで、もう全部揃ったらまた改めて動画で一気に引きたいなと思いますので、とりあえず今日はチケットある分を全部引きたいと思います。まずボーナス装備召喚いくか。気楽に引いていきゃいいんですよね。これがボーナス装備召喚チケット、これ大したもんが出ないやつだったと思うんですけど、そんなこと言ったらあれなんですけど、そんなに大したもんが出ないみたいな闇鍋っぽいやつですよね多分。ほらほら、ノマガチャ以下、見たことはない。なんやこれ、なんすかね、誰やろう。お、ヒルダのバースト、はい、ありがとうございます。はい、まあまあニューなんで、はい、ありがとうございます。じゃあ行くか。属性行きたいと思います。そうやな、何しようかな。闇にシンクロが入ってたら絶対闇行くんですけど、闇セッションシンクロが多分まだ入ってないので、ここにはなので、ここは、次、まあ、リヴァイアさん行きたいので雷引きたいと思います。リヴァイアさんもあんまりやってないんですけど、まあとりあえずいいの来たらやる気が起こると思いますので、これで行こうかな。属性ラッキーの雷が7枚もある。絶対いいの引けるやつやん。7枚もありますよこれ、すげえな、めっちゃもらえてんですね。まあとりあえずじゃあ雷、なんかいいの出たら違うの行くかもわかんないですけど、まあある程度は引こうかな。よいしょ、シンクロも入ってますもんねこれ。シンクロ来るかな。ドリル、いや槍ですよね。あれ、リチャード、リチャードの超絶砲、雷まといとかはないのか。でも一定時間自身のジャンプの待機時間をなし、こう面白いですねこれ。まあ2、まあナイトメアのなんか強化版みたいなやつも出てきてるんで、まあかぶりなければもう全然嬉しいですよね。ありがたやと、いただいておこう。だんだんあの必殺技が増えてきて、ほんとわけわかんなくなってきてるんで、その点だけは辛いので、ちゃんとほんまに覚えていかないとね。サラマンダー的なやつですか。ガウガウ、うわガウの覚醒あるやん、覚醒やん。え、雷ですか。風まとい、雷も入ってるんか。へえ、風まといの獣覚醒モードらしいです。うわガウの覚醒、どうなん、わかんないっすわ。野生児大暴れ、どうなんやろう、ちょっとわかんないですね。まあでも6も僕パーティー的には、いやそうでもないわ、強いわ、ティナいるからな、弱いんですけどねって言おうとしたんですけど、そうでもない、ティナがいるから。よいしょ、はい来た。これでも持ってるかも、キング。これは持ってない。尺状シャントットですか、この的や覚醒。うわ覚醒引くね、覚醒引きますね、いいね。ちょっとローディングやめて、早く見たい早く見たい。多分アウトサイダーだと思うんですよ。キングの装備に関しては超絶だと思います。これね、あのこの間取ったんですよ実は、あのたくさんもらえたからなんか欲しくて。これ多分そうです、エンドレスワルツですね。アウトサイダーですね。こっちがいいやん、的親の覚醒で、
まといはないんですね。まといはないけど、短縮して魔女覚醒モード、魔女アビリティブースト、いいっすね。よしよし、覚醒引きめっちゃしてるぞ。ただ雷属性一応引いてるんですけど、雷ドンピシャのものは全然引けてなくないですか。まあまあキングはまあまあまあ引けましたけど、あれ持ってるし、雷のやつをくれ言うとんのに、やり、うわ、リチャードくせえ、このシンプルさ、リチャードくせえぞ。誰？レックス？レックス？あ、雷まとい重式レックス、あ、いいですね、いいっすね。レックス反射のレックスですよね、いいですね。雷反射のレックスですよ。あ、これちょっと嬉しいな、使えるかな、リヴァイアさんの使えるかな。はい、さあこれがチケットはラスト、ハンマー、ハンマーで雷の人なんていたっけ、シド、シドか、シドの超絶 X チェイサー、雷属性アビリティ使用時に追撃で、コーマダウン、なるほど、魔石ではちょっと微妙かな。すいません、勘違いしてました。まだチケットいっぱいありました。あと2枚ありました、ごめんなさい。1枚っていうところ見てた、1枚必要っていうことを見てた。まだまだいくで、うわ来た、よし、ミラボ3つ、あ来た、これよし、これや、来た、初めて、初めてです、マジでこれは来た。あー、見たことあるけど、よっしゃ頼む、何来る、これカインかな、カインくせえな、カインシンクロ、やったー、初めてです、やった、嬉しい、カインのシンクロ来た。ランスオブカインも来てるけど、これ持ってる、これさっきのやつ、やったー、マジで初めてです。使い方わからんけど、どうやって使うんやろ。誓いの竜槍、竜騎士団のなんて雷のちぎり、なんて読むんすかねこれ。ほう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 、一旦短縮とこれは一緒なん、あのパターン、なんかバーストとかと似てますけどね。ドラグーン・オブ・ブラッド、はい、使ってみよう、嬉しい、よっしゃー、もう一回、あ、しまった、もういらんか、どうなんやろ。シンクロあったらなんかもう余裕でいけそうな気するけど、どうなんすかね。シンクロすげえ強いとは聞いてますけど、私カインのやつの噂はあまり聞かないんですけど、どうなんすかね。やり、徹底してやりくるな、徹底してやりくる。エドガーは、あー、まといですね、行動のまといか。雷も一応いけるんや。まあそうです、貴公子ですもんね、貴公子いけるからいいですね。はい、オッケー、じゃあこんな感じですね。で続きましてはこれいきたいと思います。これはシンクロ入ってるんですよ、これシャドウブレイザー入ってるんで、チケット今8枚あります、全部引きます。まあ8回しかチャンスはないからあれなんですけど、8回分、ここでだからもう単発シンクロとか熱すぎるますよね。いや、どうなんやろ、8枚でしょ、1個、虹が出たらまあ引き強ってことはないな、普通2個出たらめっちゃ引き強って感じですね。1個も出なかったらちょっと引き弱みたいな感じですかね。だいたい8分の1、もっと高いのかな、今はちょっと分かんないですけど、8分の1ぐらいだったと記憶してるんですけど、いやー、とりあえずこの辺で1回出しといて、っていうかもう映像出していいぞ、こういう時にシンクロバシッと出していいぞ。はい、ありがとうございます。
よく見たらミスリルも割と溜まってるな。なんか年末多分そのイベントガチャみたいなのがあると思うので、まあフェスとかね、ちょっと置いときたいの置いときたいんですけど、ただ闇セスのシンクロ狙いで初めて見た。何これ、ポイズンロッド。あ、でも一応取ったことあるんやな。なんかあんま見ないっすよね。何や言うたらさっきのあの鱗取りっぽいやつが出るから。さすがやな、さすが出てこんな。リジスラも出てこない。さすが私です。闇に関してはもうセーマ石6とかもう全く移動ミスらしてないので、ちょっと、まあ、そこはもしかしたらいけるかもわかんないんですけど、覚醒とかは揃ってたりするので、なんかちょっとテンション上げていくためにね、本当にシンクロとか欲しいんですけどね。うわー、マジか。これでもう2個の夢はついえた。1個ぐらいは出しとこうか。1個ぐらいは出しときましょうか。しゃーないな、ほんとに。はい、いきますね。1個ぐらいは出しとこうよね。はい、よっしゃー、よっしゃー、ほんとにありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあシンクロ取ったし、今日はうわーどうしようかな。一回だけ引こうかな。どれぐらい残しといたらいいんやろ、そのフェスとか。もう入らないと思うんですよ、この闇セッションシンクロは。ここにある時点でそのフェス的なことには。まあでも多分無料で引けたりもするしな。それ待ってからでもいいっすかね。1月10日までとか言ってるんで、これね、1月10日までにあのミスリル余ったらもうそれ全部突っ込むぐらいの勢いで引きますわ。はい、とりあえずはじゃあ今日のところはこんな感じで、はい、リヴァイアさんシンクロ持って行ってみようということで、見ていただいてありがとうございました。